番ゴーフィーが強いのかっていうね決めていこうかなと思います。じゃあそれぞれの選手の意気込みをまず聞いていこうかなと思うんですけども、じゃあまず一ノ瀬うるささんから。はい、そうですね、私ゴッドフィールド多分ルール知ってからそんなに日は経ってないんですけれども、ゴッドフィールドを愛しゴッドフィールドに愛された女としていろんな女を泣かしてきたんで、その実力をここで見せつけてやろうかなと思います。はい、おお、じゃあ次。いやもうちょっと、はい、あ、もっと喋ります。いや、じゃあもうちょっとおーみたいなの欲しかったなとか。おーおー、すげー、さすがアンアン、さすがアンアンです。結構大体は、大体お前がいると思うんだ、ここは。さすがアンアン、お前がアンアンって言うとちょっとエロいんだよな。はい、ベニー。はい、この日のために1ヶ月間毎日ランクやってきました、よろしくお願いします。ガチなんだ、えぐいってマジで。じゃあ次レン君。はい、ウィンスポーでゴフィが入り出したきっかけのドハマりした女2人に囲まれてしまって結構今震えてるんですけど、頑張りたいと思います。コーチング受けたので。はい、じゃあ次セナ。はい、このためにね、さっき練習でボコされてきたんで任せてください。はい、じゃあ次ヤマちゃん。はい、今まで先輩ちょっとボコボコにされてきたんで、ちょっと下克上が決めます。はい、じゃあ次トト。はい、運ゲー強いので任せてください。マジで強そう。一番強そう。確かに強そう。じゃあ次ミミタヤ。ブリスポメンバー運いい人多いんで負けそうな気しかしないですけど頑張ります。はい、頑張って。またまた、またまた、いいんじゃないのあんた。確かに、うるせえ、黙れ。優勝してるからな、ゴフィン大会で。うるせえ、黙れ。じゃあ次くるみちゃん。みんなにミミちゃんが絶対勝つんだろうなって言われてめちゃくちゃ言いづらいんですけど、ゴフィンには愛されなくても週末の時には愛されてるので、そこまで耐えたらなんとかいけんちゃうかなと思って頑張ります。絶対勝つんだろうな、勝つんだろうな。あ、欲しかったそれ、ありがとう。はい、じゃあ次ルナちゃん。はい、4回勝てば優勝なので頑張ります。当たり前です。かわいい。今日も当たり前体操輝いてるな。算数できて偉い。はい、じゃあ次ひなの。とりあえず篠宮をボコボコにして泣かせます。かわいい。はい、次リサ。はい、キューちゃんには学力テストで負けてるけど、ゴフィのゲームは負けないので負けるんだろうな。両方負けたらお前。はい、じゃあ次キューちゃん。遊戯王はちょっとねやったことあるんで、ま、今日は負け打ちないし、ね、間違えてますよ。もう弱そう。最後スーちゃん。はい、ゴフィはめちゃくちゃ好きなんですけど運がとんでもなく悪いので今日は頑張りたいと思います。悪そう。負けろ。え？スイクレ。次がルナちゃんとひなの。あ、出たこの勝負。何笑ってんだよ。いやいやいや、ちょっとあのやめてください、圧かけんの。やる前に篠宮負けんな、篠宮ボコボコにしろ。しむくいろ。れなちゃん先輩ボコボコにしてこい。ひなの負けるなよ。いけ、泣かせろ。マジでこいつ泣かす。はい、よし。お前誰言ってマジで。お前誰言ってマジで。これ神1個の差で負けてるで。これ下怖い。呼び出した呼び出されてった。下怖い。あ、下怖い。いやもう篠宮攻撃ガンブリだな。ディナーの行くね。もう攻撃したもん勝ちじゃないこれ。早く勝負がつきそうだね。わあ、うわ、すげえそれ。これ勝ちましたね。ルナちゃん。いやね、家庭社会見せられてる。ひなのが初戦で負けて、なんかボコボコにされるの見たかったな。ルナちゃん勝つんや。どうすか？今ルナ逆してます。楽しいですか？楽しい。あー、頑張って生きてるね。いやいや、まだですよ。2週。おー、ルナまだここから逆転できるぞ。お前大丈夫だって、こいつ分からせたろうぜ。ありますか。ルナちゃんはゴフィン結構やってる。いや、ルナ分かりません。ほんと？おー、先輩当たっちゃいましたね。なんだお前。やるぞ本当に。怖い。怖い。こいつ週末始まってないのに悪魔おるって言われてますよ。黙れ、教えてるコメント。誰だ、教えろ。ブロックしてやるから、マジで私のマークで。二度とコメントできねえようにしてやるよ。わー、ありがとね、ルナちゃん。まずい。終わった。じじ。篠宮、弱えー。性格悪いには やり方が。悪い。こういう箱なんだ。そうですよ。性格悪いです。そうですよ。あの女と当たりたくねえの。いや、そうですよ、マジで。いじめるの後輩を。そうですよ。縦社会のやつですよ。そうですよ、しかも今。当たりたくねえ、お前と。どうだった、ルナちゃん。なんか、いい想像じゃなさすぎて、パイパンすら出なかったです。やってやろうと思ってたんですけど、本当に。かわいいねー。次これ
うるはちゃん頑張ってほしいね、同期だから。どうですか今お互いの手札。今ね探ってきてました、うるはさんが手札どんな感じとか言って。燃えろ燃えろ、まずい。燃やします。ウエストメンバーあのヤクモに攻撃するとき燃えムチとか絶対ヤクモに投げるんですよ。そうなんですよね、だいたい火属性の攻撃来るんですよね私ね。火属性のねヘイトやばいんだよね。そう、あ、火の子やめてください、火の子は。火の子だけは、火の子だけやめましょう。目にやっぱさ、おもろいの引きたいよな、お互い。いや、それはおもろいの引きたいですよ。格変を望んでる、今。なんか普通の戦いですね。そうなんですよ、ね。いや、ね、でもなんか、目に相手だとやっぱ火属性めっちゃ来るわ。燃やしてください。いつも火属性来るんだよな。いいよ、燃やせ燃やせ。いや、火来るな、めっちゃ熱いな、もう。火めっちゃ低いよな。熱いな。でも、ヤックも慣れてるからね。慣れてるってやめてくれ。全然慣れたな。また燃える、ね、燃えろ、やばいやばいってめっちゃ火引くって。一ノ瀬がなんかめっちゃ炎剣の攻撃来るわって喜んでた。引いてた。ヤクモにはやばいで、ね、なずちゃんもなずちゃんで燃え慣れてるっしょとか言ってるから。まずい、もうまずいです。ベニトルやから火は弱いんや。よう燃える。それもやばい。おお、もう火が来た。火属性や。消化します。消化される。まあ、火と水どっちが強いかだよな、この戦い。進化したか？引き消し、消し、消し、消し来たか？やめろ。なんとも言えなくなってるもん。いやもうこれ仕組まれてるやろ。ユニッターのためにあるマッチじゃん。そうね。あ、え、売らないんだ。行かないんだ。落としたいんじゃない？うわー、すげえ。いや、これは鎮火ということで。ああ、死に完了。見事に鎮火ということでね。はい、ナイス。ジジ、ジジガイス。古葉さん、間違えた？あの、人差し指がチャタリングしたんですけど。人差し指がチャタリングしたんですけど、右手の。何が起きたか分かんなすぎて、死んだ瞬間、うちもベニちゃんも結構シーンってしてる。え、古葉さんみたいな。えってなった。ヤクモめちゃめちゃいじられて面白かった。ルハ先輩の方に火属性来て、ヤクモの方にあのヒール属性が来てる。そうそうそう。やばかった。ヤクモが消化しますとか言って。しかもなんかベニちゃん相手だとマジで火属性めっちゃ低いようなカード。マジで面白かった。やめてほしい本当に。次これ。次がミミタヤとヒナーノの負けず嫌い対決ですね。もう私勝てる気しないんだけど、ミミ強いもんだってゴフィ。いや、ヒナーノに私負けてる時あったからね。ヒナーノ大丈夫、運を。それ運だよ、運。ルハさんに言われたくないので。まあ黙れよ、またリクしないようにね。こっちフォローしてやったのに、そんなん分かる。そんなこと言われないけど負けろかす。負けろかす、ボコボコに。なんかうるせえ、早くやれ。キャラコンで負けない。あー、もう最悪や。見てもらいましょうか。風呂入って寝ます。やっとすーちゃんのゴフィ見れる。ね、配信が始まって1時間40分後、ね、ようやくようやくできます。ゲームがじゃあここですーちゃん何もせんかったらどうする。ここで敗退したらもう一ノ瀬と肩組んで風呂入ってくる。いや、もう前が負けたらマジ風呂入ってみたい。一緒に裏入ってくる。スーちゃんとリサですね。ハラマさん、今日は容赦しませんよ。まあ、こちらこそですよ。スタート。マジでかわいそうだけど、スミレにはすごい不憫な負け方してほしい。全然3ターンとかで死んでほしい。めちゃくちゃな死に方してほしい。1時間40分待って3ターンぐらいで死んでほしい。なんか、スミレのカード、まんましょっぱいな。普通に指輪使えば終わりじゃない？あ、使った。あ、終わる？これもしかして。え、7ターンで、1時間40分。つめでさん！あれ？あれ？待って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 。つめでさん！つめでさん！すーちゃん。